晴れと計、晴れと計とは、柳が国をによって見出された時間論を伴う日本人の伝統的な世界観の一つ。民族学や文化人類学において晴れと計という場合、晴れ、晴れ、晴れは、儀礼や祭り、年中行事などの非日,日常、け、けは、普段の生活である日常を表している。晴れの場においては、衣食住や振る舞い、言葉遣いなどを、 毛とは、格然と区別した。もともと晴れとは、折り目、節目を指す概念である。晴れの語源は、晴れであり、晴れの舞台、イコール生涯に一度ほどの大事な場面、晴れ着、イコール折り目、節目の儀礼で着用する衣服など言い回しで、使用されている。これ大使不断着を、毛気と言ったが明治以降から、言葉として使用されなくなった。また、現代では単に天気が良いことを、 晴れというが、江戸時代まで遡ると、長雨が続いた後に天気が回復し、晴れ間が、差したような節目に当たる日についてのみ、晴れと記した記録がある。1603年に、イエズス会が刊行した日保辞書には、晴れは、フェアと表記され、表だったこと、または、人々がたくさん集まったところと説明され、けは、ケイと表記され、普通の、または、 日常のと説明されている。晴れの日には、餅、赤飯、白米、お頭付きの魚、酒などが飲食されたが、これらはかつて日常的に飲食されたものではなかった。また、そのための器も晴れの日用であり、日常的には用いられなかった。晴れと家という概念関係の捉え方は、柳田国夫が近代化による民族の変容を指摘する一つの論拠として、 晴れ時の区別の曖昧化が進行していること。例えば、晴れのギレージに飲み行っていた特別な飲食が日常的に行われる、など、を提示したのが始まりである。柳田は、何世代か前の人々の晴れ時の区別の仕方と、柳田の同時代の人々の晴れ時の区別の仕方を比較し、そこから未来への潮流を読み取ろうとした。当初、 晴れ時という捉え方はそれほど注目を集めなかったようであるが、若森太郎が着目してから後、広く学会内で知られるようになった。ただ民族学においては、柳田が目指した過去、現在の比較から未来を読み解くという、通時的分析を試行せず、長らく晴れ時の二構図式を、氷のように見なした、民族構造の強地的な分析に、傾斜、もっぱら、 晴れの日日常イコール儀礼や祭りに対して関心が寄せられていた。1970年代に入ると多分に構造主義の影響を受けて新たな議論が晴れ時について巻き起こる。伊藤漢字を皮蹴りにした議論は、奈美平恵美子、桜井徳太郎、谷川健一、宮田昇、坪井博文らによるシンポジウムで一つのピークに達する。そこでは、 晴れと毛の関係に新たに汚れという概念を加味するべきではないかということや、論者によって晴れと毛と汚れ、あるいは晴れと毛に対する捉え方が多様であることが確認された。晴れと毛と汚れのモデルには日常生活を営むための毛のエネルギーが枯渇するのが汚れ、毛枯れであり、汚れは晴れの祭児を通じて回復すると唱える桜井の寒モデル。 従来の、正イコール清への偏りに対して、不条の観念とその、清め払いあがないの儀式の重要性を主張する、並平のフォークモデルなどがある。しかしながら、研究者間の、晴れと、毛と、汚れ、晴れと毛の議論の隔たりは、現在も解消されておらず、統一的な定義を打ち出せずに今日に至っている。様々な論争がある中に、例えば、葬式を晴れとするか、 穢れとするかというものがある。一般通念では、葬式は不幸ごとであり、結婚式などのお祝いごとと区別したくなるところなので、この立場に立つ並平恵美子は葬式を穢れと明確に規定している。一方、桜井をはじめとする民族学者の多くは、葬式に赤飯を抱いていたと思われる民族事例や晴れ着を着て、藻に服した民族事例などを念頭に、 非日常という点で、葬式も晴れだとしている。しかしながら、日本において、葬祭として、葬儀と祭事を分けてきたが、元々の漢字の意味として、祭りは、葬儀を表す文字であることから、日本古来の清めと汚れの価値観の上に、中華文明の風俗習慣が入ってきた子によって、明確な区別がなくなったとの説もある。日本神道では、 塩を穢れを払い清める力を持つとみなす。そのため祭壇に塩を備えたり、神道行事で使う風習がある。また、日本においては塩を穢れの一種とみなす土着信仰がある。神道に根源があるという。そのため葬儀後、塩を使って身を清める風習がある。これは仏教式の葬儀でも広く行われるが、仏教での死は穢れではないとして、 葬儀後の清めの用を使わない仏教宗派もある。晴れと、けは、晴れ、イコールこと、けイコール常の関係以外でも、社会学者、デュルケムの生族に言論との類縁性、すなわち、晴れイコール生、けイコール族の関係で論じられることもある。とりわけ、生なる、時間、俗なる時間という区分けと晴れ、けという区分けは相互に共通する部分がある。しかしながら、 生と族という概念も、晴れ時計と同様に、論者によって定義が異なっており、概念相互の関係を論ずるには、注意を払う必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。